こんにちは、チータです。今回は聖杯ピーマンっていうゲームをやっていきたいと思います。タイトルだけじゃどんなゲームかわかんないですけど、やっていきたいと思います。はじめからで、はい、この作品に登場する人物とはフィクションですと。はい、了解です。ピーマンな、ピーマン好き嫌い分かれるよな。てかほとんどの人嫌いって言うんだよな。このゲームにはフラッシュが多く含まれてます。画面に顔を近づけないように部屋を明るくしてくれてる、プレイしてみてくださいと。なるほどね。はい、フラッシュか。お、聖杯、かっこいい音楽流れてるな。お、聖杯、それはその昔イエスが最後の晩餐に用いたとされている器である。そうだね、自分の血ですみたいな、このワインは私の血ですみたいな。聖杯には普通では考えられないような特別な力があると聞いたことがある。へえ。お、タクヤ、お、タクヤ、主人公かな。タックン、どうしたの、話があるんじゃないの。あ、ああ。俺リサのことが。お、なんだ、告白か。聖杯が持つ力、それは聖杯を手にした者の願いを一つ何でも叶えてしまうという魔法の力だ。お、俺は、え、リサ好きだ。だから俺と、ごめん。イエーイ、振られた。人の不幸を見て笑うんじゃないね。あんまりよろしくない。聖杯を使えば過去の失敗を取り戻すことだってできる。うわー、なるほどな、黒歴史消そうって感じか。このタクヤは俺のこと嫌いなのか。ううん、そんなことないよ、そんなことはないけど。もしかして他に好きなやつがいるのか。あー、悲しいな。聖杯を使えば好きな女の子が惚れている男を消すことだってできる。うわ、最悪だな。人を消そうと考えてるのかこいつ。教えてくれリサ。たっくん、私ね、体の一部がピーマンになってる人じゃないと愛せないの。一生現れねえだろそんなやつ。なんだよ、体の一部がピーマンになってる人って。いや、お前タクヤ、そいつはもうやめとけ、やめとけ、本当にリサだけはやめとけ、リサリサだけはやめとけ。だからごめんね。お前、あれだ、聖杯の力でピーマン、体の一部ピーマンにしてるわけじゃないだろうな。聖杯は手にした者の願いを一つどんなものでも叶えてくれる。そう、つまり体の一部をピーマンにすることだってできる。何言ってんだ、もうとんでも展開すぎるだろ。聖杯ピーマン、何、もうよくわかんねえわ。はい、はい、それで聖杯を獲得せよ。了解。Cキーを押しながらで移動でらしいね。了解です。あー、これリサね、これからもいいお友達よねと。やあ、僕はチーヤ。これから始まる聖杯喧嘩について説明してあげるよ。聞くよ、それじゃあ。聖杯喧嘩、聖杯戦争じゃないよ、聖杯喧嘩。規模が小さい感じか。最後まで勝ち残った一人だけが聖杯の所有権を得ることができるんだ。聖杯を手に入れる方法は簡単。聖杯を狙う輩を片っ端からぶっ飛ばすだけ。広場にいる敵を一体ぶっ飛ばすごとにお兄さんのレベルが一つずつ上がっていくよ。
お兄さんの最大レベルは200、それ以上倒してもレベルは上がらないからね。奥の間には超強敵がいるけれど、レベルを上げていれば余裕で勝てるはずだよ。頑張ってね。はい。あー、そっちじゃない。右かな？じゃあ。お、なんだなんだなんだ。おら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 。なんだなんだこれ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 。おら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 。気持ちいい気持ちいい。もう画面何が起こってるかわかんないんだけど。こいつは全部倒せばとりあえずは勝てるってことか？レベル77。体力が1個も減ってない。もうこいつは抵抗しないじゃん。抵抗の意思を見せてないんだけど。抵抗の意思見せてないのにぶっ壊してんだけど。よっしゃ、こいつ全員ぶっ壊す。曲無駄にかっこよくね。ってことで、とりあえず全員ぶっ殺しました。レベル200でーす。じゃあ行こうかな。はい、セーブしよう。オッケー。装備とかあんの？装飾ピーマン。もうピーマンを身にまとってんだけどな。お。あ、お前ラスボスか。お前が、聖杯を持ってるのか。ちっ、今回の聖杯喧嘩は張り合いがねえ。このままじゃ今回も聖杯は俺の手に渡ることになりそうだぜ。なあ、お前は強えのか。さあな。俺は確実に聖杯を手に入れなければならない。それだけしか今は考えちゃいねえよ。そうか。余興程度には楽しませてもらえるとありがたいのだが、楽しむ暇なんてねえさ。俺がすぐに終わらせてやるからな。ならば来いこと。どちらが聖杯にふさわしきものか、ここで決めてやろうではないか。リサ、俺は必ずお前にふさわしい男になってやるからな。お、急に RPG。おい、ペット使うとはお前、せこいな。スキル。ピーマニングスラッシュ。ピーマニングスラッシュ、ちょっとおかしいね。屈折がおかしい。どうしようかな。じゃあ一番せっかくならね、ピーマンラッシュアワーで。おい、ヤマト、お前が。死ね。お、強っ。全然効かねえじゃん。じゃあ、ブロスピーマン。ブロスピーマンってなんだよ。単なる、ピーマンの、スープじゃねえか。ネオブリザード。普通の技だな。お、なんか、すごい技使ってるようだけど全然効いてねえ。フレイムボール。あー、強いな。強いな。レベル200までにすると。さすがに、ピーマニングスラッシュ。あ、全体攻撃じゃん。強っ。いや、ピーマニングスラッシュ強っ。これでいいじゃん。まあ、いや、サンダーグロス。まあ、ヤマト殺すか。え、強っ。急に強い。じゃあ、ピーマンラッシュアワーで。強すぎる。あ、あと見てない技あるっけ。ないか。おーし。強すぎる。見事だ。おお、やった。これで体の一部をピーマンにできるな。なんで一部をピーマンにしてまであいつが欲しいんだ。これで聖杯は俺のものだ。お、ピーマンになったか。お、成功したか。聖杯を手にした俺の願いはすでに決まっていた。それはもちろん、体の一部をピーマンにしてもらうことだ。もう頭いかれてんな。聖杯によって俺の願いは叶い、
俺の左腕は無事ピーマンとなった。どういうビジュアルか見たいな、ちょっとそれ。俺はリサの理想とする男になれたのだ。お？タクヤ、お。タックン？リサ、俺やったんだ。リサの理想の男になれたんだよ。お、タックン、その腕。ああ、聖杯の力を使ったんだ。もう一度リサに思いを伝えるために。リサ、好きだ。俺は君だけのピーマンになりたい。タックン。え、無理だろうな、だろうな。断る理由に言っただけだろ。一部の体の一部ピーマンじゃないと無理って。ん？今、なんて？いや、無理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 。片腕がピーマンとか人間やめてんじゃん。いや、ちょっと無理。でも、お前が体の一部がピーマンじゃないとダメだって。なんなの、デタラメに決まってるでしょ？そりゃそうだろう。そもそも私、たっくんのこと恋愛対象と見てない、として見てないの。で、直接断っちゃうのも傷つくかなーと思って遠回しに告白を断ってあげたってのに、まさか本当に腕をピーマンに変えてくるなんて思わなかった。それもわざわざ聖杯まで使って。バカなの？え？とにかく片腕がピーマンの人とか無理。じゃあもう付きまとわないでね。消えた。やっ、これはタクヤ、お前がアホだよ。聖杯には普通では考えられないような特別な力がある。それは聖杯を手にした者の願いを一つ何でも叶うてしまうというの力だ。聖杯を使えば好きな女の子の理想に近づくことができる。てか単にさ、リサの理想に近づく、理想の男になるって願いにすればよかったんじゃねえの？そう、つまりピーマンになった体の一部を元に戻すことだってできる。振り出しに戻るだけだがな、それ。聖杯ピーマン。もう曲が地味かっこいいのやめろよ。おお、いや面白いね。おい、サイキックベータロ、サイキックベダラさんが作ってくれたんですね。ありがとうございます。お、サンキューフォープレイング、こちらこそ作っていただきありがとうございましたと。面白いな。お、終わりか。はい、ということで今回は聖杯ピーマンというゲームをやってきました。いやー面白い。とりあえずとにかくぶっ飛んでるゲームでしたね。爽快感もあって楽しかったです。はい、じゃあ今回はこんぐらいにしておきたいと思います。では、この、実況が面白いと思った方は高評価、そしてチャンネル登録お願いします。コメントもしていってね。それじゃあまた次のゲームでお会いしましょう。さよなら。